最初お願いします。さあ4人触らなければノーゴール、行きましょうか。さあまずは白チームキックオフしよう。本日は3対3フリーマン1。さあ今日はフリーマン目線で動画撮影行きましょう。白ボール、さあ一旦中央からミサイル展開、そのまま縦は行かせず、さあもう一度中央預けて、ここもさあ繋いでいく。4人触ったらワンゴール。さあ左サイド、そのままプレッシャーないで、さあまだ3人しか触ってないかと。さあここもカウンターはいけず、一旦中央、さあ預けて、さあビブラシュ、まだキーパー触ってない、右サイド、ナイスディナイスディナイスディフェンス。さあ長いボール中央から押し上げてきて、そのまま行った後ろ、さあ4人触らないとゴールにならないですよ。ミセド、ナイスディナイスディ、白ボール。さあミセドから白チーム行きましょうか。さあ行った後ろ、さあキーパーも押し上げてきて、触らせる、触らせてから攻めに移る左サイド、さあポスト1枚そのままかわして、さあ中央から見せろ、さあチャンスになるか、浮かせたボールからニアサイド浮かせ、こぼれ球チャンスだ、ナイスキック、コーナーキック。さあ左サイドから白チーム、一旦後ろ右サイド、さあ全員で触っていく、中央ワンタッチ。さあもう一度左サイドから中央ポストプレー、さあここは縦に預けるボール、そのままリフティング、リフティング、そのままサイドラインビブラシュボール。さあ行きましょう、立ち上がり1分40秒0対0。さあまずはキーパーに触らせてから攻撃展開、ビブラシーブ、左サイド中央ドリブル、縦にボール、そのままかわして、さあそのままゴールできればチャンス、ループだ、惜しい、ビブラシーボール。で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代です。最初白ボールから再開、さあまずは2人触って、白チーム3人目、さあ中央に1枚、まだ未タッチ、左サイド、さあプレッシャー1枚、右サイドに展開、さあ中央ここでカット、さあ連れていきましょう、ビブラシーム、さあ一旦キーパーまで回して触らせる、左サイド縦は取らず、さあそのままカットできればチャンス、中央ゴール前、さあカウンターはいけない、この勝負、さあ一旦後ろに預けて、右サイド長いボール、左サイドオーバーラップ、いやー折り返し気が合わず、さあ残り時間半分、右サイドから一旦キーパー、さあこれで2人目、前に1枚、3人目ナイス、さあ4人目預けて折り返し、ダーッ、座ったでしょ、全員座ってます、全員座ってます、ナイスゴール。さあまずは先制、全員触ってワンゴール。さあ残り時間半分いきましょう、ビブラシーム3人、さあ右サイドで4人目か、さあそのまま預けてワンタッチ、ここから攻撃中央、さあ左サイド展開、さあワンタッチ預けて、もう一度左サイド中央に1枚、一旦後ろからゴール前、さあここは左サイド、そのまま預けて立って脇付き、あーごめんなさい、さあここも大丈夫、カウンターはない、カウンターはない、さあこれで3人目戻してゆっくり戻っていく、ビブラシュナイス。さあ右サイドから逆サイド中央チャンス、ダーナイディナイスです。さあ一旦キーパー戻して左サイド、ビブラシュ、さあここはこれで3人目、4人目か、これで4人目、右サイド、さあ行くと中央ドリブル仕掛けて、そのまま左サイドオーバーラップ、さあチャンスになるか、ちょっだ惜しい、白ボール。で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代しましょう、両チームキーパー交代です。さあ1戦目1対0行きましょう、さあ2人目、さあゆっくりと中央そのまま3人目、これで4人目、さあこっから攻撃開始、左サイド縦に預けるボール、中央ドリブル行かせない、ナイスディナイスディ、さあまずは2人目、3人あとは1枚、そのまま見せた、預けるダイレクト、さあ中央流れ込んでくる1枚、さあターンしてドリブル仕掛けて、左サイドから逆サイドキーパーキャッチ、ナイス。さあ今度は白チーム右サイド、まずは2人、右サイドオーバーラップ、これで3人目通らず、さあビブラシーム前からカット、さあつらいで一旦中央、さあこれ3人、前に1枚、4枚、ダイレクト前ドフリーだナイス、早いパスワーク、4人しっかり1対1の同点。さあ残り1分、残り1分、さあ2人目白チーム、3人目
さあ左で4人目か、そのまま預けたボール、いった見せろ、さあ中央カット、チャンスにならない、いった後ろ、さあここも焦らずつないでいきましょう、4人タッチ、さあ前に1枚、そのまま左サイドに展開、ゴール前に1枚、さあここは2枚でブロック、中央右サイドに展開、さあ一旦戻してゴール前、さあここプレスがかかる、寄せていく、ナイスディ、ナイスディフェンス、一旦戻されて右サイドから逆サイドまで、さあ中央折り返し、いやないでいい、いやー惜しい、最初さあビューショーが再開、3人目これでカット、さあここも繋いでいきたい、ナイスキープ、ナイスキープ、さあ一旦戻って組み立て直し、さあ残りがあとわずか、さあラストラストワンプレーいきましょう、ドリブル中央、そのまま自らナイスストップ、さあここ1,2,3,4 繋いでいく、ナイスワンタッチ繋いで中央から右サイドダイレクト預けて左サイドオーバーラップだ、ここでカット、さあ白チーム、ここは一旦キーパーまで戻して3人目、さあラストワンプレーダイレクトラストワンプレー、さあ4人繋いでゴール前1対1同点、ナイスティ、ここで敵、さあ以上ビームラシーム2人目3人目、さあ右サイド早上がり、長いボールヘディングカット、さあこぼれ球白チーム左サイド、そのまま右サイドは試合終了あざす、1対1の同点、まあまあそうですね、はい、ペナのペナ大変、ペナのライン、そうですね、そうですね、ライン内だけシュート、あーペナのシュートはペナのライン内だけ、ライン内でダイレ、ダイレじゃなくて、ダイレじゃなくて、ダイレじゃなくて、ペナの中だけしましょうか、ダイレの方がいい、難しい、ペナの中だけでいきましょう、ペナの中だけでいきましょう、では白ボールキックオフでいきましょうか、さあルールみんなもルールが決まって、ビブラシボール中央から行きましょうか、それではペナの中だけゴール縛り行きましょう、ビブラシブキックオフ、さあまずは左サイド、さあゆっくりと中央ドリブル仕掛けていく、ここは2枚でブロック、ナイスディ、さあそのまま左サイドから切り返し、いやーないでナイスディフェンス、さあビブラシブ中央、ここはゆっくりと左サイド上がりを待ってドリブル逆サイドワンタッチ、さあ行きましょう、シロボール中央、そのまま左サイド預けダイレクト、さあ味方とかぶって右サイドサイドライン白ボール、さあ見せるから中央ゴール前ワンタッチだー、まいったナイスワンタッチ、まずは先制白チーム、最初1対0、さあ右サイドからビーブラシーム追いかける、立ち上がり1分中央、そのまま見せるオーバーアップ、さあ預けて左サイドまでナイス、さあここは折り返しで2枚でブロック、さあマルキープナイディこのキック、さあシュートはペナの中だけ中央ダイレクトワンタッチできず、さあカウンターチャンス、両サイド早上がり右サイド預けて切り返し、一旦後ろからダイレクトゴール前ニアサイドに1枚だけ、さあペナの中だけゴール前打てないナイディ戻ってくるナイス、白ボール、さあ左サイドから白チーム縦に預けてファーストに1枚、そのまま中央狭いところナイスブロック、さあこぼれ球また白チームがキープ、一旦後ろまで、さあそのまま右サイド預けてプレッシャー、さあ中央からロングはない、そのままドリブル仕掛けていく、ヒールで流して中央通らず、さあカウンターチャンスかわせない、ナイディ、さあかわしてゴール前ダイレクト、ペナの中入ってダハハハハ、これで同点で、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代していきましょう、両チームキーパー交代していきましょう、ありがとうございます、さあ立ち上がり終わって1対1の同点いきましょう、白ボールから再開、左サイド、さあゆっくりと中央預けて右サイドファーサイド1枚、中央寄ってくるニアサイド、さあワンタッチ落として右サイド縦に1枚預けたボール、ファーサイド1人浮かすボール中央ナイス、さあ繋いでいく、さあキーパーも高い位置、狭いところダイレクト危ない、さあカウンター中央からドリブル右サイドオーバーラップ一人で自ら折り返した
ナイス、これで2点目、ナイスゴール。さあ白ボールから2対1いきましょう。さあ白ボールです。再開、さあ1点リード。ビエブラシエム左サイドの展開。さあパス1枚、もう一度右サイド中央。さあワンタッチつないでいく、一旦後ろ。さあ左サイドから押し込んでくる、ダイレクトゴール前、マイナス。さあ中央キープ、さあシュートはペナの中で入って入ってゴール前、そのまま自らうまい浮かすボールだ。いやーナイスナイスゴール。さあこれで2対2同点、いきましょう。さあビルショーから世界、さあ左サイドビームラシム、そのまま右サイドダイレクト、縦は厳しいか、白ボール。さあ間もなく終盤戦、白ボール。さあ中央から左サイド、そのまま流れてナイスキープ。さあプレッシャー、一旦後ろから右サイドに展開。さあゴール前、そのまま逆サイド中央、あーナイスディ、奪い返すが欲しい、白ボール。で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代しましょう、両チームキーパー交代です。さあ残り2分いきましょう。白ボールから再開、中央スルーは敵。さあビーブラシーム中央からキーパー飛び出してるゴール前、ペラの中だけだ、ナイスそのまま取り切って3対2。さあ残り1分半いきましょう。白ボールから再開、中央。さあそのまま流れて右サイドヒールで落としていく。さあ右サイドプレッシャー、さあ一旦中央から左サイドの展開。さあキーパーも押し上げてくる右サイド、さあゴール前に1枚、そのままドリブル、ドリブル左サイドまでナイスで白ボール。さあ残り1分、残り1分、白ボール左サイド、そのまま中央。さあルーズボールは体入れ、白チームキープ左サイド。さあゴール前、一旦後ろカット、いやナイスディ、ナイスディ、ナイスディ、ここはセーフティー。さあビルショーが行きましょう、左サイド縦に預けて、あさあそのまま2人でワンツーナイスディ。さあカウンター2対1、チャンスドリブル自ら、さあ左サイドから、いや追いつけず。さあ残りが30、残り30、ビブナシボール右サイド、さあオーバーラップ。さあ中央ドリブル仕掛けて1人目、そのままナイディナイディナイスです。さあ行きましょう、ビブラシボール左サイドからゴール前に1枚、さあミドルは狙えず一旦左サイド、さあダイレクト落とし中央、さあここもつないでいく、ここで浮かせてゴール前ヘディングだ、触れず。さあカウンター、ここもさあ味方とかぶって中央キープ、そのままミセド、さあダイレクト左に叩いて2対2からナイスディ。さあラスト、ラストワンプレー行きましょう、ミセドドリブル中央左に預けて、そのまま縦まで、さあここはプレッシャーナイスディ、前は向かせない、カットチャンス、いやそのまま試合終了、3対2、ビブラシム勝利、ありがとうございます。で3戦目、先ほどご要望のありましたペナ内ダイレクト、ゴールはペナ内のダイレクトシュートのみゴール、いきましょう。では白チームキックオフで真ん中からお願いします、いきましょう。さあ3戦目はまた少しルールがマイナーチェンジ、ペナルティ内ダイレクトシュートのみゴール。さあまずは中央から、ここは囲んでいく、一旦左サイド、そのままワンタッチ、さあ落として中央ポストに1枚、右サイドダイレクトワンタッチ、さあゴール前はダイレクトシュートのみペナルティ内、浮かせたボールそのまま行ったでしょう。さあ中央から囲んでいく、2セットナイスクット、さあそのままカウンターいける、2対2から中央預けて2対1ゴール前、早いドリブルだないでダイレクトシュートのみ左サイドドリブル、さあそのまま切れ込んで折り返しはコーナーキック。さあまずは立ち上がり
分いきましょう。白ボールから再開、左サイドゴール前に1枚。さあここは行ったんでしょうか、そのまま中央。さあダイレクト合わせていくがペナルティー内、右サイドダイレクト、いやーごめんなさい反応できず、いきなりボールが飛んでくる、ビブラシボール。さあ早いリスタート。さあここもダイレクトシュートのみ、ペナルティー内、そのままダイレクト。さあチャンス中央からゴール前、ダイレクトだ、うまいだナイス。まずは先制、白チームカウンター1戦1対0。それじゃさあビブラシボールから、さあ1回中央、そのままタッチ。さあ落としてゆっくりと中央ドリブル。さあ右サイドからライン際、さあゴール前流れ込んでくるファーサイド。さあゆっくりとオーバーラップから、いやーナイディさあコーナーキック、いった後ろから浮かすボール、ダイレクト、ダーマイダーナイスディフェンダーちょうど触れないクロス。さあこれで1対1の同点、ナイスゴール。さあ行きましょう、白ボールから再開1対1。さあ立ち上がり終わって右サイドファーサイド、これは通らず。さあビブラシム縦に預けて、そのまま中央折り返しワンツー、そのまま抜け出す、ナイス、いやナイス、ナイスです。さあキープは白チーム、そのまま左サイド仕掛けて中央カット。さあビブラシム長いボール、そのままここはいけないか、白チームキーパー。さあ見せる展開、そのままワンタッチ中央、左サイドオーバーラップ、3対2からドリブル仕掛けていく、いったんでしょ。さあプレッシャー寄せていく、ナイスさあもう一度白チームキーパー中央から左サイドに展開、逆サイド1枚ダイレクト、ナイディ。さあごめんなさい、先にキーパー交代しましょう、先にごめんなさいキーパー交代しましょう、両チームキーパー交代しましょう、先にキーパー交代です。最初立ち上がり終わって1対1の同点、両チームともダイレクト決めていく。さあゆっくりとキーパー持って上がって中央右サイド、さあ縦に預けてワンタッチ落としたボール、さあゴール前に1枚合わせられるか、速いボール、あー打たないの打たないの。さあダイレクト危ない、カウンター。さあ3対1ゴール前、ナイスカット。さあビブなしチーム一人でかわしていく、さあダイレクトまで、ダイレクト、これもうワークキーパー正面。さあ見せろ、そのままキーパー上がったまま、さあ戻ってきてキーパー3対1、左サイドからダイレクト、ダイレクトまさかのパスを選択スタッフ。さあプレッシャー、ナイディ前からだと打てない、さあこの前パスだけ切ってくる、さあナイディ3対1だ、かわしていく、ナイス。さあ左サイドからダイレクト、ダー嘘でしょ、ダイレクト、両チームキーパー交代です。さあ残り2分1対1のままダイレクト決められず、左サイド、さあ一旦後ろ、ここはペナルティー内外、さあ中央押し込んでいく、浮かすボールはヘディングカット、さあそのままワンタッチ後ろに預ける、もう一度中央からキーパーも高い位置、ドリブル仕掛けてペナ内行きたいな、ナイスディー白ボール。さあ右サイドから白チーム一旦中央、左サイドに展開、さあここも後ろに預けてカットになるか、ナイスキープ、ナイス。さあカウンター見せるからダイレクトナイスパスコースだけ、さあ前に1枚、そのままさあこれはニアサイドからタダからだナイスで白ボール。さあ残り1分中央、速いボール、ダイレクト、ダーナイスキー、コーナーキック、1対1のまま、出しましょう、ボール出しましょう、置いておきましょう、とりあえずコーナーキック、白ボール行きましょう、右サイド、あざます。さあワンタッチ戻して、ゴール前には誰もいない、狭いところワンツー、まだキープ打てない、ダイレクトいや打てない、そのまま白チームまだキープ、さあ左サイド、そのまま見せる展開、さあ逆サイド、そのまま中央ワンタッチ、さあゴール前に1枚、ここもペナルティーない、誰もいない、かわしていく、右サイドから折り返し、打てない、落としてさあカウンター一人でドリブルシュートは
さあ行きましょう、シローボール、チャンス、ダイレクト、ダイレクト、ダイレクト、ナイス、ここで2点目、さあ2対1、さあラスト、ラストワンプレー、行きましょう、まずはしてもビブラシウム、ラスト前に1点追加点、2対1、速いボール、ナイスで、で、惜しい。ありがとうございます。2対1ビブラシウム勝利。いきましょう、お願いします。さあ残り時間もあと30分。さあ残り試合は全てペナないダイレクトルール。左サイド中央ナイス、ダイレクト打てない、いやナイス。さあそのまま預けて、ここも打てない。さあ中央かわして、ここもプレッシャーないで、ナイスで、左サイドダイレクト、ダーライディ、さあカウンターチャンス、そのまま中央預けてナイス。さあ左サイドライン際折り返して、ここは追い込まれて、そのままサイドライン赤ボール。さあ右サイドから赤チーム、左サイド早上がり、中央預けて長いボール、ここはキーパー対応。さあビブナシチーム右サイドから中央ダイレクト、3対1から右サイド、ここはダイレクトじゃなくていい。いやさ、ダイレクトはシュートのみだ、危ない。さあこれはペナガイ、さあ中央カットは赤チーム、そのままドリブル仕掛けて切り返し、さあペナルティー内入っていきたい。さあ中央、さあここ打てない。打てない。触った、触った、ギリギリ触って、まずは立ち上がり1分、ナイスゴール、赤チーム先生。さあビルショーが行きましょうか、ゆっくりと中央。さあそのまま左サイド預けて、立ってからライン際ナイス。さあ残していったん後ろダイレクト、右サイド、さあゴール前には誰もいない、一旦後ろから左サイドの展開、そのまま中央、狭いところ通らず2枚でブロック、さあ追い込んでいく左サイド、さあプレッシャー後ろに預けて、もう一度そのまま中央、チャンスだー。さあコーナーキック押し、ダイレクト触らず、さあ右サイドからコーナーチャンス、パスで1枚、さあここはショートコーナーから中央に1枚、縦に預けて角度がないか、まだある、さあ落として誰だ。頭がついていかない、さあ右サイド逆サイドに展開、さあそのままフォロー押し、左サイドから、さあゆっくりとキープ、押し上げてくる赤チーム、ペナルティー内、さあ縦からダイレクト、ゴールだー、ナイスキー、だー。味方に当たってゴールライン、ビブラシボール、で両チームキーパー交代、縮小両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代、お願いします。最初、さあ赤チーム1点リードで立ち上がり終了。さあそのまま中央左サイドから、さあキーパー預ける、右サイドポストに1枚、さあ逆サイド中央、さあそのまま右サイド預けて、中央に1枚だけ、ファーサイドヘディングカット、内でビブラシボール、さあ左サイドからビブラシチーム中央、さあゴール前には浮かすボール、ヘディング折り返しだ。さあカウンターチャンス、股抜きできずナイス、強引にかわして中央キープ、そのままミスだ、いやないでないで赤ボール最初、さあ赤ボールから再開中央ポストプレーからしっかりと収めて、さあここはゆっくりとルックアップ、左サイドの展開、縦に1枚、さあ押し上げていく中央、そのまま速いボールナイス、こぼれ球はビブナシュチーム、さあ縦に預けるボール、トラップ、さあ折り返せればそのままゴール前カット、3対0、さあゴール前ダイレクトだ。ナイスキー、ナイスキーパー、まだある、さあ赤チームキープ、左サイドゴール前シュートは打てない、さあ追い込んで中央、ここでペナルティー外、押し出してナイスです、さあカウンター、いけるか、さあ中央1枚待ってる、かわしてえぐってマイナスだ。こぼれ球ダイレクト、左サイドから浮かすボール、ヘディングだー、マイだー。ナイス、ここで追加点、1対1で、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代です。さあファーサイドヘディング決めて1対1同点、残り2分、いきましょう。さあ左サイドから中央、さあゆっくりとキープ、左に預けて、もう一度中央、右サイドの展開、
さあここはしっかりと中央を絞っていく。さあ左サイド、そのまま折り返しダイレクト、うまいだー、うまいったこれはギリギリペナルティー内、ナイスゴール。さあこれで2対1、残り時間1分30秒。さあ追加点は赤チーム、1点リード。右サイド中央、さあ細かいパスワーク、そのままプレッシャー。さあ一旦後ろから、もう一度右サイドで展開、キーパーも押し上げてきて、パワープレイ、カット、チャンス。さあキーパー出たままペナルティー内まで折り返しだー押し込めず、さあチャンス、3対1、ミサイルからキーパー読んでる、ナイスカット。さあそのままチャンス、パースコースだけ、パースコースだけ限定、ナイス、いやノーゴール、ノーゴール、ダイエクト、ナイスでさあ行きましょう、ビブラジボールから再開、残り時間半分、右サイド中央、ポストプレーから右に叩いて、そのままだ、ここはワンタッチ。さあコーナーチャンス、行きましょう、ビブラシブ、一旦後ろから中央に1枚、さあシュートまでいけるか、ペナルティー内ダイレクト、左サイド、一旦後ろ、さあ中央に1枚、速いボール、これも合わせきれず、もう一度コールドマッチをカット、さあここは右サイド、ナイスキープ、追い込まれる、ナイスナイス、さあ右サイドまだキープ、惜しい、そのままビブナシチームカット。さあ左サイドからファーサイド1枚、縦に預けたボール、折り返し、こぼれ球、ビブナシチーム、さあ中央、さあつないでいく、サイドライン、ゴールはここでパスミス、赤ボール。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう、2対1、赤チーム1点リード、中央ポストプレーから、そのまま左サイドから中央通らず、さあカウンター2対1、ペナルティー内行かせない、パースコースカット、さあカウンターラスト、ゴール前シュートはシュートは打てない、縦は通らず、ナイス、さあラスト、ワンプレー、ゴール前ダイレクト、ペナルティー外、折り返しだーナイスでありがとうございます。どっちだ、赤チーフ勝利かな、ビブナシーボール、ありがとうございます。ビブナシーボール、ビブナシーボールキックオフでいきましょう、2戦目、お願いします。さあいきましょうか、ビブナシーボールから最下中央ポストプレー、ワンタッチ、そのまま、ごめんなさい、厳しい厳しい、ナイス、残したボール、いやーヒールは敵。さあ赤チーム右サイドから、さあゆっくりと縦を切っていく、ナイス、そのまま中央キープ、さあ右サイド、はいはい、ボール、ごめんなさい、さあ右手が不自由、フリーマン中央ドリブル仕掛けていく、そのまま2対2からドリブル、右サイド、そのままこれは厳しい、赤ボール次よさあ赤ボールから再開中央、左サイド、さあ縦に1枚、そのまま預けて流れ込んでくる、ゴール前、さあここはブロック、こぼれ球、赤チームライン際抜け出せない、ナイス、さあこのゴール前、ナイス、かわして中央、前に1枚、そのまま浮かせたボール、トラップ打てない、ゴール前、折り返し、だここは3人でしっかりつないで、先生、まずは立ち上がり1分20秒、さあ、さあ赤ボールから再開、ここも前からカット、さあ右サイド、そのままドリブル、さあ中央流れ込んでくる、スルーパスだあっという間に2対0、1分30秒、さあ赤チーム切り替えていきましょうさあ前に1枚、速いボール、ダイレクトはキーパー、そのままカットはビブナシチーム、つないでいく中央、さあ一旦キーパーまで戻して、左サイド早上がり、さあゆっくりと最初ライン、キープ中央ポストに入ってくる、さあもう一度預けて、もう1枚左サイドに展開、さあゆっくりとドリブル、一旦中央ダイレクト、右サイド、さあもう一度後ろに預けて押し上げてくるビブナシチーム、さあもう一度右サイドから中央、ワンタッチ、ゴール前だー、空振りポスト、こぼれ球まだある、さあ残してビブナシチーム、左サイドフォロー越し、さあ後ろに1枚、縦に流れてくる、一旦後ろから、さあ中央、ゴール前、
ワンタッチ、だー厳しいか、厳しい、ごめんなさい。さあそのまま一人では打てない、パスコーパスコースだけ限定ナイスです。さあカウンターチャンス、2対1ゴール前、自ら行っても打てないゴール前だ、ないでい赤ボール、で両チームキーパー交代してきましょう、両チームキーパー交代です。さあ行きましょう、赤ボールから再開、立ち上がり2対0、ビブラシム2点リード。さあ見せろ、ドリブル仕掛けていく、そのまま切り返して、さあ上がりを待って、右サイド行かせない、ナイスデイ、サイドラインビブラシボール、さあ左サイド、はいリスタート中央、そのまま押し込んで、さあこのパスコース限定キーパーもパスコース限定、さあここもトラップ入ってシュートは打てない、右サイド、さあこの中央一旦後ろ、さあ流れて最終ラインまで戻して、ダイレクトはサイドライン、赤ボール、さあ残り時間半分、残り半分いきましょう、赤チーム2点ビハインド、縦に厳しいボール惜しい、ここは流れてビブラシボール、さあキーパーから中央フリー、そのまま見せろ、預けてドリブル中央、さあゴール前に1枚ダイレクトカット、そのまま飛び出して一人で大丈夫です、大丈夫ですか、飛びましょうか、大丈夫ですか、ありがとうございます、さあビューショーから再開いきましょう、右サイド、さあ飛んで預けて、さあ3人4人で押し上げていくビブラシーム、右サイドからそのままゴール前、さあ左サイド中央いけるか、預けて、ニアサイドワンタッチ惜しい、で両チーム先にキーパー交代です、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代していきましょう、あざす、さあ残り2分、残り2分2対0、速いボールだー、これも触れずビブナシボール、さあビブナシボールが続く、右サイドから縦に流れてくる、一旦後ろ、さあキーパーも高い位置、ロングシュートは打てない、左サイドから、さあ縦からダイレクト、この前だー、うまいだこれがスタッフの連携、ナイス、さあこれで3対0いきましょう、残り時間あと1分とちょっと、さあ赤チームもキーパーも押し上げていきましょうか、ロングシュートはない、さあちょっと長いボール、ダイレクト、うまいだー、うまいだーうまーナイス、さあこれで3対1、2点差よいしょ、さあ1点返して2点差赤チーム、残りが1分、さあキーパー押し上げてカットになれば、さあ押し上げていきたい赤チーム、縦にドリブル預けてゴール前中央ダーナディナースディ、さあ2対1から右サイドファーサイドに1人、中央ニアサイド寄ってくる、ダーナイスカット、さあチャンス、さあキーパーダイレクト、トラップ入って折り返しだ、まだあるこぼれ球打てない、右サイド、さあ浮かせて中央、トラップ入ってまだキープ、さあ打てない赤チーム、ペナないダイレクト、さあ右サイド追い込まれて角度がない、そのまま行った後ろ、困って、いやー流れてサイドライン、赤ボール、さあ行きましょう、赤ボールから再開、残り時間あとわずか、さあ中央右サイドフォローに入ってくるキーパー、左サイド逆サイド、そのままダイレクト、ダさあラスト、ラストワンプレーでしょ、さあラストワンプレー、3対1リブナシブ2点リード、さあこぼれ球は赤チーム、右サイドからゴール前に1枚長いボール、ダイレクト前だありがとうございます、3対1リブナシブ勝利で赤チーム、赤チームキックオフでいきましょうか、残り2試合ですかね、お願いします、さあ赤ボールからキックオフ、残り2試合、ペナないダイレクト、さあまずは右サイド流れて、さあ疲れが出てきたか、いきましょう、ビルショールが正解、さあ一旦中央からそのまま右サイドまで、さあフリーで受けてそのままゴール前ダイレクト、落としはペナルティー外、さあ中央ここも打てない、ダイレクトだここは角度がない、赤ボール、さあキーパーから赤チーム中央、そのままドリブル、さあゆっくりと右サイド、さあ縦に預けて中央は行かせず、いった後ろ、さあ中央ドリブルからナイスボール、さあゴール前にサイド投げていい、大丈夫ですか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 、
ビブラシボロで、ビブラシボロでいきましょう。大丈夫ですか？ビブラシボロですね、ビブラシボロで。よし、ちょっと抜けますか？抜けます。いくぞですか？大丈夫です。よし、さあ、いきましょう。さあ、ビブラシボロから再開、立ち上がり、まずはハプニング。さあ、ゆっくりと右サイド。さあ、中央、いやー、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。さあ、赤ボールから再開。さあ、右サイドから赤チーム、中央ポストに入ってくる。そのままドリブル、左サイド。さあ、ゴール前の1枚。そのまま縦に仕掛けてないでいい、赤ボール。さあ、左サイド、中央フォローに入ってくる。そのまま預けて、さあ、狭いところ。お願いします。さあ、ゴール前、出てた。怪しいシュートで、まずは先制、ナイスゴール。で、両チームキーパー交代です。両チームキーパー交代していきましょう。両チームキーパー交代です。さあ、立ち上がり終了間際、まずは赤チーム先制。さあ、中央からビブラシも追いかける。ドリブル、さあ、仕掛けて、ここは一旦後ろ。さあ、中央、右サイド、つないでいく。さあ、このペナ内はまだ誰もいないか、一旦後ろ。さあ、ゴール前、もう一度見せるから、折り返し、また抜き、ダーナディ。さあ、自分、ここは焦らず左サイド走らせる。ここはナイディ、ナイディ、赤ボール。さあ、見せろ、早いスタート。さあ、押し上げて、そのままダイレクトかわして右サイド、シュートは打てない、切り返してゴール前。さあ、ファーザー1枚、ニアサイド通らず、ビブラシムカット。さあ、そのまま中央、ヒールで流して3対2から、縦からペナルティー外、折り返し奪いだー。ナイスゴール。さあ、これで1対1の同点。いきましょう。さあ、いきましょう。赤ボールが正解、残り時間半分。さあ、中央からは赤チーム、いやー、厳しい厳しい。ビブラシボール。さあ、ビブラシボールから再開、左サイド。さあ、中央預けて右サイドに展開。さあ、もう一度縦からポストに1枚預けて、ワンタッチパスミス。さあ、チャンス、一人でドリブル行っちゃった。さあ、ヒールあった。ペナルティー外、打てず。さあ、こぼれ球、赤チームがキープ、ドリブルかわしていく。そのままシュートは打てない。えぐってゴール前。無人のゴール、シュートが打てない、ビブラシボール。さあ、左サイドから中央カット。さあ、赤チーム左サイド、長いボール、ダイレクト、ゴール前。さあ、チャンス、縦はナイスディ。さあ、前からカット、シュートは打てない。落としてペナルティー外。さあ、中央狭いところ通せない。だあ、ここもトラップ、危ない、折り返しカット。さあ、カウンターチャンス、右サイドから2対2。さあ、ファーストで1枚、そのままドリブル仕掛けて、シュートコースがない。厳しい。で、両チームキーパー交代です。両チームキーパー交代です。両チームキーパー交代です。さあ、残り2分いきましょう。赤ボールから1対1の同点。さあ、最終ライン、左サイドの展開、ただ1枚、そのまま中央ドリブル仕掛けて、あー、厳しい。惜しい惜しい。そのままゴールライン、ビブラシボール。さあ、キーパーからビブラシチーム、左サイド中央フォローに入ってくる。そのまま預けて、ゴール前に1枚、いや、これは通らず。さあ、こぼれ球は赤チームキープ、そのまま中央投げ、ナイスで前からカット、浮かすボール、ダイレクト打てない。ここは戻って中央、ペナルティー外、左サイド。さあ、両サイドに1枚ずつえぐって折り返せれば。さあ、ここも角度がない、一旦後ろ。さあ、中央、シュートは打てない。ここもブロック、預けたボール見せるから、いや、または空いてない。そのままドリブルかわして、ドリブル、さあ、チャンス、折り返せる。いやー、そうでしょ。惜しい。さあ、残り時間30秒、残り30、いきましょう。さあ、赤チーム前からプレッシャー、ドリブルかわして、ミサイルの展開、ダイレクト、イエーナイス。さあ、これで2対1、ビブナシチームリード。さあ、残り時間あってますか、ラスト、ラストワンプレー、いきましょう。さあ、赤ボールでラストワンプレー中央。
さあそのまま左に預けて、もう一度中央、ごめんなさい。さあナイスキープ、さあゆっくりとキープ、中央ファーストに入ってくる、右サイドフリー、さあチャンス、ファーストサイド1人、そのままゴール前ドリブル、中央カットになるか、まだキープ、カーダイレクトさあカウンター、そのままトラップ、シュートは打てない、ゴール前だナイス、ありがとうございます。3対1ベイブラシの勝利。あどうもー、本日もありがとうございます。フットサルパック川崎、皆様スタッフも含めお集まりいただき、筋トレしながらありがとうございます、もう1試合残して本日の、MVP、 今日は本日久々に参加してくれた、プレーは関係なしあなたに決定ありがとうございます。何回言っておきますか、またありがとうございます